伸び忍んで資金伸びたウィーイイイイイ今のはいい感じしてるぜ。いい感じ。B、お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるなら、あのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービーは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、B。悪いな、ハッツァ。俺に客人到来。話はここまで。オーライ。客？こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。さっき真実の滝ってところでもう一人の俺に会った。でもあいつを倒すことができなくて、それでおっさんにヒントでも聞きに来たのか。この俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ。教えてくれてもいいだろう。俺ってはキュービをコントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる。そりゃ無理だ、バカ野郎、この野郎。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。おい、B。ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ありゃ何か覚悟をしている目だ。悪い目じゃねえぜ。んなこととっくに気づいてる。B。ったく、ハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概こんなサービスありえない。大体ね、それじゃあその拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば、そういうことだな。いや、お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよあいつの力量把握は必要。今後のために器量も確認。よし、全力でやってやる。戦闘開始。思い切り行くからな。おい、帰り討ち、帰りな討ち。やってみてどうだい。自分だけはこれぐらいできて当然。これが当たったら当然。まあそうだな。予想外の奮戦。手加減するのは予想外。何言ってんの、このグラサンさん。存在な、ガキの割にはやるじゃねえか。存在な。聞いてないのか、聞いてないのか。よくわかんないな。ここまでは想定内だ。ルータン、どんなに熱い壁も俺の真実でぶっ飛ばす。ラップの途中だ。サーロイン。俺の勝ちだ。滝の修行のコツを教えてもらうってばよ。
やるじゃねえか。これで教えてくれんだろ。タコ足？お前が戦ったのは擬態。俺には勝てない。絶対。気分上々、条件チャラチャラ。これにて退場、チャキャラッチョ。お前の中にある憎しみってのは誰にでもある血肉の一部だ。否定をするのは己の気まま。だけどそれはただのわがまま。大切なのは己の信念。皆を信じる己の情念。人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ、やるべきこと。結局ヒント与えてるじゃねえか。本当に甘いのはお前の方だろ、B。ラップ風にシャラップ。別に俺は甘くない、バカ野郎、この野郎。何照れてんだ。まあとはいえ、あとはあのガキ次第だな。